皆さんこんにちは、ワンダリルビジです。では今回はシンギレンの野望アムロユニコーンに乗る続きをやっていきたいと思います。前回オデッサをねユニコーンが無双したおかげで攻略できました。で今回はその続きとしていよいよ宇宙船になります。手始めにですね宇宙要塞ソロモン、ここのね攻略を行っていきたいと思いますが、ソロモンから大艦隊がジョン軍出てきてまして、これをねまず掃討しないとソロモンに取り付けないという状況です。なので今回はねソロモン攻略をまず行うためにソロモンから出撃してきた敵艦隊、これを撃破していきたいというふうに思っています。でモビルスーツの方は増強してまして、まずね特筆すべきところで言うとサイサリス試作2号機ですね、アトミックバズーカをしかももう早速撃つ手はずになってます。もうこういうところでね、ある程度数を一気に減らしていきたいなと。あとはアレックス、あとベビーガンダムを搭載させています。なのでこれらを使ってねまずは敵艦隊を一掃していこうと思います。敵の方はねもうジオングとか出てますからね、ジオング、パーフェクトジオング、このあたりも出てますし、しっかりアトミックバズーカーとかをねうまく使って攻略をしていきましょう。まあ、味方の方もそれなりに数出てるんですけど、いかんせんパブリックとかボールとかが多いので、ジオングとかゲルググとかそれこそねグアジンとか出してきているジオングに比べると明らかに、戦力で劣っているという状態なので、ここはもうユニコーンとサイサリスの核バズーカ、これを使ってね効率よく一掃していきたいと思います。ではこのままねちょっと見ていきましょう。で味方の方は、まあ、今言ったようにしょぼい戦力なんですけど、ジオンの方はねビグザム、ザビケ仕様とかももう出てきてるので、このあたりとどう、まあ、向き合っていくというか、倒していくかっていうのがねすごく重要なポイントになってくるかなと思います。で地球の方で言うと、もう北米以外は全て連邦が確保してあります。まあ、具体的に言うと、ニューヨーク、まあ、現ニューヨークとキャリフォルニア、現カリフォルニアの2つの基地だけジオンが持っているという状態で、今ジャブローに向けて敵が進んできているという状態ですね。でジャブローにはビグザム、そしてビグザム、ザビケシオ、この2機が向かっているのでちょっと心配ではあります。さてはここは宇宙船ですね。まずは核バズーカーがしっかり入ってくれることですね。ビグラングとかももう出てるな。ロベルトがリッグドーム乗ってますね。ここはジオング、パーフェクトジオングが2機、いやーなかなかきついよな。で核バズーカーですね。クエかっこいいな。これで一掃できればいいけど結構残るね。サイサリスは核バズーカー多分一発しか撃てないと思うので、一度グレーバンドかホワイトベースに引っ込めてエネルギーを充填してもう一発核バズーカー撃ちましょう。とにかく敵の数が多すぎますからね、減らしていかないと。これ核バズーカー撃ったからね発言力マイナス1万か。このあたりは核バズーカをもう一発撃つという選択肢はないな。発言力マイナス1万でしょ。そしたらガンダム試作1号機ゼフィランサス、これ要求しておきます。そうか、アトミックバズーカもう撃てないな。いや撃てないわ。いやでもこれ撃たないと話にならないからな。しかももう一発撃てるしね。核バズーカを撃つ、撃ってこの戦いに勝つ、ちょっとそういう断固たる決意を出しましょう。もう
もうあんまりね綺麗事ばっかり言ってられる状態でももはやないので、ここはもう核バズーカー撃ってでも勝つ、手段は選ばない、確実に仕留めていく。とりあえず核バズーカーで数を減らしていきたいので、それ以前のところはユニコーンを使って数を減らしていきましょう。もうだいぶね両軍入り乱れて、かつもう何でもありみたいな戦いになってきてますけど、ここは核バズーカーを一発撃つことによって戦いを早期に決着する、まあ、そういうね、それっぽいことを言ってでもいいのでぶっ放していきましょう。早いところで言うとサラミス、マゼラン、この辺りいくつかもうすぐソロモンに取り付けそうですね。ただ無駄に戦力を失いそうだな。できれば我々とね歩調を合わせてもらった方が効率よく攻撃攻略が進められるかなと思うんですけどね。まだ我々は敵の艦隊と交戦中で、ソロモンに取り付くにはもうちょっとかかりそうですからね。連邦のその他の戦力がソロモン攻略できるかというとちょっとね厳しいかなとは思います。まあただソロモンにビグザムがいないっていうのはね大きな原作と違うところではあるかなと思うんですけど、今ビグザム2機、ノーマルタイプのビグザムとビグザムザビケシオ両方ともジャブローの近くに展開してますからね。まあジャブローが落とされるなんてことになったらもちろんその時点で終了にはなってしまうので、それは絶対に避けなきゃいけないかなとは思うんですけど、フルバーニアもここにいるね。ノイエジールとかも出てるからな。ビグラングにノイエジール、ここだけでもねちょっと落とすの厳しいですもんね。ユニコーンは一度返さないとダメかな。あそこに一隻何かがいることによって補給が断たれてる状態ですね。さあ核バズーカだ。いやーバズーカ撃っても艦隊を全滅させられないからな。だいぶ数は減らしてるとは思いますけど、これでまたマイナス1万でしょ、南極条約違反で。事実上発言力がなくなった状態になりますね。だったら前のターンでモビルスーツ目いっぱい要求しとけばよかったですね。はい、南極条約違反で発言力を失いましたね。マイナス1万。いや、使っとけばよかった。うかつすぎました。全部使っておけばよかった。さあ、ユニコーン前に出していこう。グアジン、チベあたりが展開してますけど、ここはもうユニコーンを前に前に出していく。で、落とす。同時にね、絶対に落とされたくない、この拠点は守りましょう。で、ここにジオング、パーフェクトジオングか。このパーフェクトジオングどうやって落とすかだな。味方に任せておいてどうにかなるのかっていうところだな。ホワイトベース、あとはサイサリス、一度返すものは返さなきゃいけないしね。とはいえこのパーフェクトジオングどうやって始末するかだな。ノイエもまだまだ強いしな。ここに敵の艦隊第2波が来るで、パーフェクトジオングとか、まあ、どんだけいるんだよ。この第2波も受け止めないといけないよな。
ユニコーンを派遣するにも宇宙だと補給的に厳しいしね。味方の戦力がだいぶすり減ってるな。まあ、ジム、フルバーニアンがそれなりに数は取り付いてくれそうですけど、できれば艦隊戦力をね、撃滅してから、ソロモンに取り付いてくれた方が嬉しいかなとは思います。一旦今、我々が、滞留している中域で、敵の第2波も受け止めないといけないですからね。ただもう南極条約違反、2回犯していて、発言力が事実上ゼロになったので、まあ、ある意味やりたい放題かなとは思いますけどね。次のターンで2000から3000ぐらい発言力が入ってくると思うので、その発言力を使って、ぶっ放していきましょう。落とせないか。強いよな。でもモビルスーツ養成していくには少し発言力が足りないので、今いる原油戦力でもう一旦持たせた後に、発言力もう一旦貯めてからモビルスーツ養成していきましょう。アレックスを少し先に進めてジオングとビグロを叩こう。でユニコーンはできればね、このノイエを潰したいんですけどね。はまるかどうかだな、ノイエまで。で、ダメージを負ったグレイファントムを一度基地に入れて、ここで回復させましょう。このパーフェクトジュング、邪魔くさいけどな。始末するのは難しそうだな。ここでノイエを潰す？ああ、サイサリスとゼフィランサス。ゼフィランサスとジェム指揮官機。なあ、アクアジェムがいらないな、本当に。どこにも出れない。待って、ゼフィランサスってもしかしてさ、宇宙仕様じゃないパターンじゃないか？うわ、出れない。宇宙には出れない。くぅ、もったいなかったな。となると、サイサリスとジム指揮官機だけで、ジオングを落とせるのかって話だな。貴重な戦力だけど、ここは、何としても落とすんだと、いうつもりで攻撃に出ましょう。いやーでもソロモンに取り付く前にだいぶ戦力失ってますよね、連邦の方は。大丈夫なのかっていうぐらい戦力がしょぼくなってるけど、連邦の方も第2波第3波ってね、出してくれないと。ちなみにビグザムがジャブローに一歩ずつ迫ってますね。本当にね、この状態いつまで続くのっていうのはありますけどね。コロナの話です、いきなりですけど。このノイエ落とせるかどうかだ。ノイエは落とせないか。そうか、ビーム膜持ってんだな。プロトタイプガンダム出力含めてカスタムしてますけど、落とすのは難しいだろうな。ジムが一撃死するな。次のターンでノイエ倒せそうですね。ジオングは落としました。ここにもパーフェクトジオングいるからな。おそらくパーフェクトジオングまた生産してくるじゃないかなと思いますしね。一部のね、国では、まあベトナムなんかもそうみたいですけど、
感染者がだいぶ減ってきて、緊急事態宣言が解除されたり緩和されたりなっていう国もね出てきてるようですからね、まあ、それに比して我々の日本はちょっとまだそういう状況からはだいぶ遠いのかなっていうね感じしてますよね。緊急事態宣言もまあ1ヶ月程度、まあ、延長ということのようですけど、僕としてはね延長してもらうと、すごく嬉しいかなっていうのはあるんですけどね。さあ発言力で要請何ができる？モビルスーツちゃんと選ばないといけないからな。フルバーニアン欲しかったな。フルバーニアン欲しかったわ。4875、ゼフィランサスが本当にいらなかった。これどっかで地球に落としたいね、アクアジムと一緒に。でユニコーン、ジョニーライデンがここにいるな。サイサリスは一度戻す。ノイエはどこに行った？うわ、ノイエここまで帰るのか。追いつける？追いつけない、追いつけないよ。どうする？ノイエをここまで減らしたのにさ、ミスミス取り逃がすのか。まあしょうがないよな。そしたら確実に敵を沈めておく、まあ、ここはマクベを落としましょう。ジョニー・ライデンもここで仕留める。であとは艦隊戦ですね。チベこれを撃破しておきましょう。でプロトガンダムは一度返す。ガンキャノンとジムももう一度戻しましょう。この戦力じゃどうにもなんないからね。デンドロビームが来てるで。ノイエジールを取り逃がしたの痛いな。またすごい脅威になりますからね、我々からすると。で連邦軍は第一波がソロモンに取り付けそうです。まあでもね、ちょっとタイの歓楽街の話をするとこんな状況が続いて、かつこういうリスクが明らかになった以上、濃厚接触が確実な夜の歓楽街が再びコロナ前と同じようにやってくれるのかなっていうね、ちょっとそういう不安は大きいですよね。ジョニー・ライデン仕留めたね。だいぶ敵の艦隊もすり減らしてきたね、ようやく。パーフェクトジオンにも落としたか。やっぱノイエだよな。ノイエはあそこで仕留めておけば あとはソロモン決戦っていうね、その場でもう一度相まみえることがあったとしてもユニコーンで落とせるかなと思ったんですけどね。はい、そしたらフルバーニアン養成できるので養成しちゃいます。これにバナージ乗せるでもいいかな、まあ、バナージのプロトタイプガンダムもねだいぶ強化してあるので、まあ、それだけでも十分な強さを持ってるんですけどね。そしたら発進していきましょう。プロトガンダム、ジム指揮官機、あとキャノン、これを出してリグラングに挑むのが果たしていいのかってとこだな、まあ、挑むけれどもアムロも一度ここで攻撃しましょう。でグレイファントムは前に出していきます。でホワイトベースでちょっとエネルギー切れを起こしているので一度ここで補給しましょう。サイサリスとかを出すタイミングではないかな。なのでここで一度エネルギー補給をしちゃいます。これで
大方蹴りがつくかな。ノイエがどこにいる。ノイエがエギウデラズのグアジンに乗ってますね。ここで回復してくるでしょう。いやいや厳しいけど一挙にソロモンを攻略した方がいいな。ようやく艦隊戦のね決着がつきそうですからね。アトミックバズーカ2発撃った時に発言力をうまくさばいてからやるべきだったなっていうね。もう久しぶりにやるとこういうところ忘れちゃってますね。よくないですね。なんでねもうタイにまた行くにしてもそういう歓楽街が激変してる可能性があるからね、まあ、少なくとも今年は微妙なんじゃないかなとは思います。なんか一説によるとまあ、紫外線とか高温多湿にコロナが弱いなんていう話が出てるようなんですけど、だったらシンガポール、バンコクでね、あれほど流行ったあるいは流行っているのもねちょっとどうなのっていうのもありますしね。よしビッグラングが落としましたね。なんかあんまり期待はできないと思うので、まあ、ワクチンができて、まあ、来年ぐらいに収束してっていう感じかなと思ってます。日本の場合は、まあ、世界的に見るとねちょっと全く読めないですけど、少なくてもお盆休みにタイに旅行に行けるかというとちょっと微妙かなって感じですね。さあではあらかた敵艦隊は潰しましたので、我々の方も一気に攻略戦を進めていきましょう。バーミンガム要請してあるので、そのバーミンガムがどこにいるかだな。ここにいるな。バーミンガムは宇宙専用機にはなってますけど、攻撃戦はねこなせますからね。さあいよいよ艦隊戦が先に進められそうですね。とはいえまだこの数残ってるからな。もう一発核をぶっ放さないといけないかもしれない。ユニコーンがねその補給を受けながら永久期間的に攻撃できる状況を作らなきゃいけないので、そうするには早くマップの中に取り付きたいかなという感じはします。まあ、ルート的にはこういうルートかな。右上、から入って、まあ、左下ないし中央上部から入っていくと、まあ、左から入っていくのが一番良さそうかな。はい、そんなのをちょっと想定してます。というところでですね、一応艦隊戦決着つけましたので、次回はですね、ソロモン要塞での戦いというところをプレイしていければいいかなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ソロモン要塞攻略戦を続けていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。